こんばんは、下井浦です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、始まりましたね。はい。だけど去年、動画配信で僕たちが考えるベストのやつっていくつか挙げたじゃないですか。はい。ありましたね。あの回って意外と再生数多かったんだよね。多いですね。なんかやっぱじわじわ、うん、最初もだし、あとじわじわ息が長いですよね。うん、やっぱりさすがにコロナでさ、みんな退屈してるんだよね。通勤通学がないだけでも時間あるしさ、しかも外にも出かけられないしね、永遠見ちゃうもんな、いや見ちゃう、特にしかも、韓流のドラマでさ、1本が1時間10分のが16本とかっていうのをさ、いや本当ですよ、本当にね、あれヘロヘロになりながら1日で見ちゃわない？そうなんですよ、本当にありがたいんですけど長いっすね。うん、長い長い、いやでもあれは脚本切れるよね。でもあれで見切れるっていうか、見たいと思わせると本当にすごいよな。いや本当にすごいんだけど、ちょっとやっぱり立ち悪いなって感じる時あるよね。短く済ませてほしいよな。そう、主要じゃない人物が2点3点するみたいなのを2、3回やられるとね。あれは前も言ったんですけど、なんでなんですか、もうそういうもんだって言われちゃうとそういうもんなんでしょうけど、韓国のパッケージが。ね、韓国はドラマの本数がものすごく多いんで、週1の勝負じゃないんだよ。うんうんうん、週にね、2回ずつオンエアして、しかも尺を長くしてたっぷり見せないと、お客が離れちゃうんだって。だから、1本1時間10分を週に2回やってるの。だから、それが、例えば、16本だと8週。いや、結構、恐ろしくない？2ヶ月で16時間とか放送しちゃうんだから。それだけスポンサーもつくんですか？スポンサーもつくし、海外でも売れるし。ビジネスモデルがちょっと違うのかな。うん、やっぱり売るとかそっちがメインっぽいですよね。うん、この配信もそうだし。前にちょっと調べたことがあって、韓国のドラマは日本みたいに間に CM 入れちゃいけないっていう法律があるらしくて。え、本当？はい。その法律やってほしいね。スポンサーつけられないんですって、韓国って。なので、どんどん展開をこう、良くしていかないと。だから、そうだし、世界に向けて。お客さんの方と離れちゃうから、時間も長いし、展開もこう、ああやって、なんかスピーディーというか楽しい。でも結局、最終的にはさ、Amazon プライムとか Hulu とか Netflix に言って、それで収支をトントンにさせるわけじゃない？だからなかなかだよね。そうだったんだ。そうなんですって。さあ、では、去年見て、それから1年も近くになるので、みんなが選んできたベスト3を1本ずついきますか、最初に、はい、両編で。いきますか、いきなり。はい。じゃあ1本目は誰いく？じゃあどうします？私からいきますか、じゃあ。うん、じゃあ行ってみて。はい。お願いします。私がまず第3位、3位というか、選んだのが、キム秘書は一体なぜという、これはネットフリックスでやっている、ネットフリックスオリジナルの韓国ドラマです。これね、なんか聞いたことあるぞ。うん。見たよ。これがですね、あらすじを大体言いますと、その大企業の副社長のイ・ヨンジュンという人がいるんですけど、この人がもう容姿端麗でも頭も良くても完璧なんですけど、超ナルシストで、女の人とこう付き合ったことがない人なんですね。で、その彼の秘書をやっていた超完璧な美女がいて、その人がいきなり辞めるって言い出したんですよ。で、そのなんで辞めるのって言って戸惑ったこの副社会長は、だんだんその辞めるって言われたことで、どんどんその人のことが気になって好きになり始めてしまってっていうストーリー。もうね、いつものパターンなんだよね。そうなんですよ。大企業の御曹司。はい。で、しかも、すごく優秀でハンサムで背も高いんだけど、人の心がわからない。これもいつものパターンね。そうですね。なので、とんでもない発言を女性にしては、ひんしゅくを買う。はい。それでいて、女の子の方は貧しくてけなげな、いい女の子っていうさ、いやもうまさにそのパターン通りですよ。ほんとね、でも見ちゃうんだよね。僕も見たよ。でも言われるまで全然思い出さなかった。で、私がなんでこれを選んだかっていうと、この主役をやってるパク・ソジュンっていう人なんですけど、この人多分顔見れば絶対ああ、この前髪パッツンなの、やっぱりイテウォンクラスと一緒で。あの髪型はイテウォンクラス。あったな、確かに。ちゃんと2ブロックでかっこいい感じなんですけど、なんでこれを選んだかっていうと、この主役の彼が私の性癖にはまりすぎてて、どういうこと？なんか、ドレスだってこと？いや、違うんです。役じゃなくて、顔とか、その、スタイルが好きすぎちゃって、この人、本当に好き。
と思って私はこれを選んだんですね。ストーリー、いやーもう羨ましいよそんなのがあってドラマを見るたびに本当にちょっとびっくりしました、ね、インスタとかもちょっとフォローしちゃって今まで韓国の俳優さん、うん、特に興味なかったんですけど、うん、いや本当パクソジュンは何ヒョンビンよりヒョンビンがもうもはや誰か分かんない感じです。ヒョンビンは一部。愛の不時着のあの彼だよ。あ、ヒョンビンもかっこいいですけど、ヒョンビンよりもパクソジュンの方がなんか私は好きなんですよね。なんか分かんないですけど。でもパクソジュン推しなんだね、とにかく。そうなんです。まあドラマもそこそこよくできてたと思うよ。ただ、はい、ものすごい面白いかって言われると、まあそんなことはないっていう。そうなんですね。レベルだった気がするな。彼が主役の。僕の記憶がもう薄いからな。ものだったらイテウォンクラスの方が多分面白いしヒットしてると思います。でもあれだよね、それも評判だよね。そうですね、うん、結構ランキングにはなんか、あのイテウォンクラスの方を先に見てたからさ、なんかあんまりあのパクソジュンが、いや確かに役の上はかっこいいけどなんかイケメンって感じなかったけど、確かにその後にその今のやつ、うんうん、なんだっけ、その秘密書ね、秘密書ので、俺も予告編だけ見ると髪型全然違うからやっぱりかっこよかったね。全然違う、ね、本当に前パッツンじゃないから、足長くてなぜか強調かっこいいぐらいしか言うことないみたいに僕は本編見てない、本編見てないから僕はそこしか言えない。もうそれだけでこれを選びました。それを言いでも違うっていうのもあれだけど、うん、パクソジュンってあれ出てたんですね。僕気づかなかったけど、ほら去年アカデミー賞取った、あそう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 、はいはいはい、実はあのなんか、ね、ちょっとだけ出てるんですよね。そう、お兄ちゃんのお友達役、うん、家庭教師、あ家庭教師の友達役で家庭教師やってくれって言いにくいやつね。そうか、うんうん、あれ見ました、モノクロ編。全然見る気にならなくて、さすがに見る気にならなくて見てない。パラサイト、えパラサイト今モノクロ編ネットフリックスでモノクロバージョン、何それ。いや別にモノクロで見る理由はないんじゃない。そういやだからそう2人から話してないから多分見てないんだろうなと、やたら面白い。いや見ないよ、だって特にその構図が素晴らしいっていう映画じゃないじゃん。そう、むしろカラーでよかったんじゃないかな。いや全然ね、うん、はい、じゃあよふくん、第3位を。さあ僕はですね、もうアングラにどんどんアングラってが入ってきました。はい、うん、初めてフリップ使います。字が読めるかな。はい、第3位、ソウルフルワールド。おお、はい、ディズニープラスということで、これ全然知らないです。はい、もうネットフリックスとかを外しました。そもそもディズニープラスで2人入ってたことあります？うん、入ってない。はい、皆さんディズニープラス一番入んなそうですよ。なんかマーベルとかも見ないし、スターウォーズも見ないし。いやでもうち家で入るかもしれないね、子供がいるからね。今ね伸びてるみたいですからね、うん、そうそう。でソウルフルワールドっても話の前ですけど、確かね、うん、まあこれピクサーなんですけど、ピクサーが本当は去年そのコロナの時に、はい、一番もちろん劇場で押すはずの作品だったんですけど、例のコロナで、うん、できなくて、このもうディズニープラスでも公開をしたっていう。うわー、それは見たいな、ピクサーの新作なら。うん、で、まあ、簡単に言うと、簡単に概要を言うとですね、うん、まあ、人間が生まれる前にどんな自分になるかを決める、まあ、ソウルの世界、魂の世界を舞台にするんですけど、うん、そこにですね、そもそもまず、うん、落下したジョー・ガードナーっていうジャズミュージシャンを夢見る音楽教師がいるんですよ。はいはい、で、これからすごいチャンスを手に入れて、うん、憧れのジャズクラブで演奏するっていうその日にですね、運悪くマンホールへ落下して、うん、まあ死後の世界、そのソウルの方の世界に行くんですよ。面白い。で、うん、そのソウルの、ごめんごめん、そこでちょっと一つ質問なんだけ ど, どうぞ、そのガードナーさんは白人なの黒人なの？黒人です。なるほど、はい、ジャズミュージシャン。でも多分ね、うん、年齢はっきりしないんですけど40前後ぐらいで、うん、こうずっと憧れのニューヨークのクラブでやるのを夢見るけど全然しがないみたいなところで、臨時の音楽教師で雇われてたんですけど、その音楽、その小学校かから、うん、もうあなた臨時じゃなくてついに採用よって言われた時に、うん、逆にそのジャズミュージシャンの道が開けてみたいなところで、あ、なるほどね。うん、でそこでルンルンの時にマンホールに落ちると。でそこで迷い込んだのがソウルたちが暮らす世界で、彼自身もそのソウルの世界、歌詞状態が魂抜けちゃうんですよ、うん、でそこはソウルたちがこう人が生まれる前にどんな性格とか興味を持つかを決める場所なんですよ。で、そのガードナーさんとは対局で逆に22番っていうまだ生まれる前のソウルがいるんですけど、そのソウルは逆に人間の世界が嫌いで、いつまでもこうその地球へ飛び込むのがそのソウルが生まれてくってことなんですけど、それをその22番何もできずに何百年も、まあ、その世界にいたみたいな、
まあ、そんな中でですね、いわゆるその人生の迷子のように生きる目的を見つけられない、その22番と、夢を叶えるためにこれからどうしてもジャズライブをやるから行きたいその、ガードナーさん、この正反対の2人が出会って、うん、まあ、いろんなちょっと物語が始まるっていう感じ。なるほど、バディモノなんだね、いわゆる。そうそう、うん、でですね、まあ、やっぱりいいなと思ったのは、うん、概要はそんな感じなんですけど、これちょっと線が細くてあれなんですけど、簡単に言うとですね、ピクサーが描くポストアメリカンドリームの、生き方かなと思っていて、まあ、要はですね、まあ、アメリカンドリームってね、まあ、文字通りもなんか一発当てとか一発逆転って感じじゃないですか、うん、でそのガードナーさん自体が、まあ、そんな話ですよね、40歳になってから。でも実はその中で、まあ、中身細かくは避けますけど、まあ、やっぱり究極的にはですね、そのソウルフルワールド、ソウルのある世界を生きながら22番と絡むことによってですね、やっぱり何て言うんだろうな、自分探しとか夢なんてそもそもなくたっていいっていう、別にアメリカンドリームなんて叶わなくたっていい、つまりそのなくたって、うわ、それさ、ね、そう、煙突町の正反対だね。そう、そうなんですよ。よくできてんな、もう次行ってんだな、一歩先に。そう、なんか安い夢を売るんじゃなく。そうなんですよ。そう、だからそれがまた、まあ、ピクサー確かにちょっと大人な感じ、トイ・ストーリー4くらいから特にありましたけど、うん、いわゆるなんか、アメリカンドリームとか、うん、アメリカみたいな感じとちょっと逆で、夢がなくたって別に虚しいものは、うん、あ、虚しいし、夢がなくたって生きていける、ありきたりの日常だっていいみたいな話、うん、かといって人間参加みたいな押し付けないんですよ、うん、なるほど。で、うん、なんかそのポストアメリカンドリームの生き方というのと同時に、僕ら日本人からするとなんかアラフォーアラフィフ世代に送るなんか、うん、トイストーリー4をさらに進めた大人の、あ、そう、セカンドライフクライシスのお話なのね。アメリカが得意なやつだな。人生でも歩んだよね、中年で。そうでね、ごめん、一つすると聞きたいのはさ、はい、そのミュージシャンなんだけど、楽器は何？楽器はピアノ。ピアノか。ピアノ。うん、そう。まあそうだね、うん。なので、まあ本当になんかその面白いのが、うん、映像はまさにピクサーってかファンタジーなんですよ。うん、で、僕、その子供と見てたんで、子供はつまり逆に言うと話全く分かんないわけですよ。わかんないんですけど、そのソウルの世界がすごいやっぱピクサーならではなんで、うん、引きつけられるんですけど、話はまあある意味すごいリアリズム、さっき言ったように別に夢叶わなくてもいいよみたいな話なんで、うん、なんて言うんだろう、とにかく押し付けがない、なんか夢追えみたいな押し付けないので、うん、まあ、非常にその幻想的なそのアニメーションの世界、あと音楽はもちろんジャズの音楽最高なんですけど、バッチリなの来るわけね、うん、そう、だからなんかイラさんが前々回ぐらい言ってた、あの成功するのは実は自分のままでいいんだよみたいな、うん、なんかそのなんかそういう感じ、アメリカ、今までのアメリカと全然違う感じのアニメなので、まあさすがピクサーっていう感じだし、最後のエンディングが、あの歌詞が、お二人ご存知ですかね、なんかソウルの歌詞で、去年かなんか BBC の2020年の注目シンガーに選ばれた、セレステ。いや、僕知らなかったんですけど、うん、まあすごい、うん、ソウルフルな歌詞がそのエンディング歌ってるんですけど、まあそれもすごい良くて、うん、まあ、良かったです。なるほどね。ちょっと見てみたくなるね。でもディズニープラス以外ではやってないんだ。もちろん、もちろん。アマゾンに有料で入ってないの？ない。ないうわー、それ見たいな。まあでも初月、僕が勧めるのですが、初月あの初めての方は700円で払わずに入れると思います、うん、でもあれめんどくさいんだよね、またやめるのが。そうそう、うん、でも今の話を聞くとさ、本当にプペルの正反対だね。そうです。もうやっぱ大人だね。夢を持たなきゃ人生意味がないなんていうさ、押しつけがましいメッセージは全くないもんね。だから、ちなみにどうせ生き返ってくるんでしょ、うん、ガードナーさんは。あ、生き返ります。生き返って、ちょっとエンディングがまたちょっと言えないんですけど、うん、そう、さっき言ったような、つまり生き返って、うん、当然その日の、ジャズコンサートをやるわけですよ。うん、なるほど。さあやってどうなったかっていうのがさっき僕が話した。いやもうでもお話出たら分かるな。なるほどね。コンサートで、まあバーって盛り上がった後小学校に帰るってことでしょ？うん、まあそこはノーコメント。まあ僕だったらそうするよなっていう感じだけどね。まあでもどうなんでしょう、イラさんに逆に聞きたかったんですけど、なんかそういう視点であんまり見てなかったね、うん、ピクサーって、うん、まあ、もちろんトイストーリー4は完全にちょっと大人向けの特にエンディングとか感じたんですけど、もともとどうなんでしょう、イラさんのイメージって、やっぱりその子供にはもちろんあれだけど、ちょっと単純に子供向けじゃないですよ、ね、あのね、ディズニーとピクサーはそこが全く違うの。ディズニーは完全に子供向け、うん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 、でもピクサーは正直言ってね、作者が作りたいように作ってる、うん、やっぱそうですよね。だってカーズとかだってそうじゃん。確かに。そう。自分が捨ててきた田舎の人たちの暮らしを描くっていう話じゃない。うん、で、そのふるさとの街を良くしていくっていうお話になっていくわけでしょ。うん、あれなんかは、
地方で生まれたアメリカ人の少年が大都会ハリウッドから大成功した後で田舎に戻ってさあ何かできることはないだろうかっていう話じゃない。そんなのもう完全に個人的なもので子供向けじゃないよ。それは今のソウルフルワールドも話聞いたら全然子供向けじゃないよね。40歳で夢を諦めるおじさんの話でしょ。そんなの小学生に見せるって思わないもんね。正直ディズニーはそういうとこ絶対外さないから、マーケティングガチガチなので全然そう違うし、なんか正直今回ね、後でまあ、あの皆さんもありますけど、なんかもう僕は、あえて、こう、ネットリックスの王道とかプライムは外して、まあ、とりあえずディズニープラスどうしようかなって正直テンション上がらずに、マーベルものあんま興味ないし、スターウォーズももういいから、マンダロリアンとかもいいやと思って、ちょっと見たんですけど、やっぱ全然刺さんなくて。でも最後の最後、あ、そういえばソウルフワード騒がれてたなと思って、諦め半分で見たら、まあ、当たりでしたね。いやー、だからそこら辺はなかなかだよね。だからジブリ的なんだよね、ピクサーは。そう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 。そう、3D のアニメでやってるけど、作者がその自分のメッセージをちゃんと作るっていう意味だよね。で、そのメッセージがありきたりじゃないところがいいよね。そうなんですよね。そう。じゃあ僕の第3位を行きましょう。はい。僕の3位はこれです。これはもうみんな見たかな？ああ。今の国のアリス。あ、これさ、びっくりしたんだよね。面白かったですね。あのね、正直言って世界で戦えるドラマってなかったじゃない、うんうん、でアートは戦えるんだよ。例えば万引き家族でも、たけしの映画ソナチネとかでも、うん、あるいは今村翔平ねとかでもいいんだけど、アートフィルムは世界で戦えるけど、エンタメでみんなが楽しめるドラマで世界市場に持っていって、これが日本の作品だから見てよって言えるものって一本もなかったんだけど、うん、これはあれこれ問題はあるけれど、ちゃんとそうしてるんだよね、うん、そうなってると思う。やっぱいけますか。じゃあいける。世界でもそこそこもう見られて、アジアでは大ヒット。ちなみに今の国のアリスは原作が麻生ハロさんっていう漫画のね、はい、サンデーの連載です。で、僕最初の5巻ぐらい読んだんだけど、なんだろうな、超永久っていう感じではない。割とファンタジックなデスゲームものなんですよ。なるほど。いきなり異次元に飛ばされて、ゲームを押し付けられて、それに生き残らないと、次々と周りの人が死んでいくっていう。勝ち残って勝ち残って最後に現実の世界に帰ってくるっていうような話なの。うん、で、なぜ飛ばされたかみたいなのは、一応理屈は ついてるんだけど、もう全部ファンタジー。うん、で、監督が佐藤慎介監督ね。これでも誰でも見てると思うよ。ガンツ、キングダム。アイアムアヒーロー、うん、犬屋敷とか。考えてみたら、これ全部見てるの。だから、自分の好みに合う監督ではあったんだね。ああ、もともとね。ちゃんとアクションの演出ができて、感情表現ができて、CG もバッチリ入るっていう。ゲームなんかも作ってた人もだって。で、うん、そして主演が、山崎賢人くんと、土屋太鳳ちゃん、うんうん。いやー、びっくりしたね、うん。で、やっぱり、まあこうやって異世界に飛ばされる、これ異世界ものってさ、今のラノベの大中心じゃない？はい。うん、で、デスゲームは、バトルロワイヤルとかさ、カイジとかであるじゃない？だから異世界とデスゲームの結び合わせてある上に、謎めいた世界で、クイズとこの世界の謎を解きながら、頑張って現実に帰るっていう。で、この現実に帰るところが次のシーズン2になるんだよね。勝って勝ってっていう。よくできてる。要は今の時代のこれ面白い目っていうのをさ、3つぐらい盛り込んであるのね、ちゃんと。うん、世界の謎解く、ロストの世界、デスゲーム、バトルワイヤル、そして異世界もののラノベの世界っていうのをギューってミックスしてこんなものを作ったっていうのは素晴らしいね。だからこの原作を拾ったのが良かったかな。うん、なのでこの緩い SF 的な設定っていうのがちょっと面白いし、でしかもアートではなくてエンタメで世界中のやつを面白がらせるぜっていう心意気がね、良かったと思う、うん、でアクションと、でもアクションだけじゃなくてそのゲームを勝ち抜くには頭いっぱい使わないといけないんだよね、うん、あ、そんなにすごいトリックとかはないんだけど、うん、ここそして、セット、無人の渋谷のセットの豪華さっていうのを見ると、ね、やっぱすごかったな。すごかった。かということで、もう今再生回数は世界8000万回とかだって。すごい。なので、日本初の本当に初めての世界レベルのドラマが Netflix できた。う
ということで僕もこのシーズン2が楽しみだね、うん、今の調子で突っ走ってほしいな。あれでもどうなんでしょうね、その世界レベルっていう意味では、うん、いわゆるネットフリックスオリジナルね、うん、とか普通にアメリカとかに作ってもらったらかなりの予算かけてるもの多いと思いますけど、うん、その予算っていう意味でもそれなりにやっぱかかってるんですか、ね、いやもう断然あの日本のいわゆるドラマとかとは全然違う予算だ よ、ね、もう何倍もかけてる。あの渋谷うん、無人のシーンってあれ CG、 あれ結局どうやって撮ったのかってネットにいろいろ渦巻いてるよね。 CG なのか何なのか、うん、あのね CG ももちろん使ってるんだけど、関東の北関東の方にさ渋谷再現したセットがあったの、そこを使ってる。かなり大きいセットだった、もう取り壊しちゃうらしいんだけど、うん、すごい。いやだからやっぱりなんだろうね、戦わないとダメだね。うん、日本で高校生だけに見てもらってそこそこ視聴率が良ければいいやじゃなく、全世界と戦って同じレベルで、ね、日本のカルチャーここにあるよっていう風に戦っていかないとっていう風にはすごい思ったな。しかも確かにあの渋谷の、ね、スクランブル交差点なんて世界でも、ね、うん、日本来る人はみんな来るようなとこだから、うん、まあ別にそれが最大の売りってわけじゃないけど、そこ自体もまた印象的ですよね。そうだね、だから前半のあのルック、映像の感じはすごくモダンで良かったよね、うんうん、ただ後半になってさ、あのビーチっていう謎のホテルだか、あ、ね、ギャンブル施設だかに行くとちょっとなんか、理屈っぽいセリフが空回りしちゃうっていうか滑っちゃうんだよね、うん、まあこういう異世界ものとか謎設定の話は後半になると苦しくなるっていうのはちょっとあるんだけどね、どの作品でも。これでもそういう意味ではどうですか、僕原作の方を見てないんで あれなんですけど、イラ、うん、さん的にはまあその比較することでナンセンスかもしれないですけど、うん、まあ、C っていうならね、例えば原作を超えられないとか、むしろ原作よりこう実写の方が良かったとか、ね、そのイラさんの感覚だとどうですか。原作をすごくうまく作ってると思うよ、うんうん、原作の最初の試練はさ、神社でみんなでこうやって集まってる時、お寺の境内とか神社でお祭りかなんかがあって、うん、空から火のついた矢が何万本も降ってくるっていうような絵なのよ。それはさすがにそのまま使わなかったよね。あ、すごくいい、漫画的にはいい絵なんだけど、ちょっとやっぱりリアルに描くのは難しいので、うん、でも どうです、それこそ約束のネバーランドなんて今実写やってるじゃないですか、うんうんうん、だから僕見てないですけど、やっぱりなんかその実写ってこう原作とか知ってる方からすると見たいけど見たくないとか、ね、あと結構商業的にもかなりチャレンジかなと思うんで、うん、アニメ原作でうまくいくのって少ないからね、3分の1ぐらいだから、うん、それ以外はほとんど滑ってね、散々なことになるんで、うん、なんか金かけないってわけじゃないでしょうけど、うん、やっぱりそのね、ネットフリックスの今回のこの今の見たり、うん、よっぽどちゃんとやれば逆にすごいものは作れるってことですか、ね、やりきれればね、だからちゃんとお金をかけてバシッとやりきれればいいんじゃないかな、うん、ただ今回本当に嬉しかったよね、正直、うん、ああ無理だよなと思っていたのに、日本ドラマがこれ世界レベルにちゃんと来てる、韓流でもアメリカでも戦えるな、これだったら悪くないじゃんっていうのがあったのは本当嬉しかったね、うんうん、だからこれからこっちを考えないとね、僕も。ああ、そうか、映像とか企画とかっていうのも大事だからね、うんうん、イラさんがその辺総指揮して全部原作から何から全部やってるのちょっと見てみたいな、しかも世界を意識して、うん、やってみたい気はするけどね、うん、さあということで、もうこれで無料分、はい、あっという間にもう23分です。さあじゃあ、お便りご質問もいただいているので、そっち入っていきましょうか。はい、じゃあまずお便りいきたいと思います。はい、お願いします。平さん、早川さん、武井さん、こんばんは。はい、こんばんは。とうとう有料会員になりました。これからも楽しみです。はい、第51回おとらじの水族館に一人で行ったら、うん、なんで一緒に連れてってくれなかったのと彼女に泣かれたという相談をしたと話して、みたい、あ、で、あの相談をした方と話をしてみたいです、うん、あ、なるほど、はいはい、価値観や考え方が似ているところがあり、たまらずお便りをしますということで両方男子ってことかな、じゃあそうだね、あのってことはこれ2人でやったらさ、はい、なんか女の人って分かんなくてめんどくさいねっていうので盛り上がるねそういうメッセージでした、はい、もう一つじゃあ質問いきたいと思います、はい、13年前、19歳だった私は石田さんと同じ、うん、成蹊大学で、はいはい、合ってますかね、うん、に通っていました、うん、好きなことや興味のあることがなく、気分が落ち込みがちで自殺願望を抱えていました。ある時、うん、R25 というフリーペーパーに載っていた石田さんのエッセイを読みました。
自分の状況に対する不満から無差別殺人を犯した人物を取り上げ、誰にでも変化は訪れる、その時を待ってくださいという趣旨のエッセイでした。その中の待てる人は変われるという言葉に私は救われました。苦しいけれどとりあえず耐えようと思えるようになりました。今もそのエッセイを大切に持っています。社会人になってから好きなことや興味のあることがたくさん出てきました。気持ちが落ち込んだ時もとりあえず生きています。石田さんありがとうございます。石田さん、早川さん、武井さんにも心に残っている言葉がありましたら教えていただきたいです、という。うわー、そうやってやると そうすると出てこないけどさ、でも実際本当にそうだよね、一番辛い時ってこれがずっと永遠に続くって思うんだけど、辛い時って永遠には絶対続かないからね。ね、そうなんですよ、ね、うん、あまりにも痛かったら死んじゃうし、死なない限りは痛みは収まっていくし、少し楽になるし、自分の場所も変わっていくんで、ともかく耐えてほしいかな。ま、ゆっくり待てるというのは強いよね、本当。タコさんの場合お互い振ったの。じゃあ、たまに僕から。はい、いや、でも、一つは、まず思うのは、やっぱり、イラさん、今の話と一緒なんですけど、イラさんが昔インタビューしてくれた時に声かけてくれた話で、やっぱりセンスよくじっくり、のんびり待つ人がこれからは結局一番強いみたいな話をしてくれて、なんで、やっぱりそれは今、イラさん言ってる、まあ、常々言って待つってことだと思うんですけど、それは、まあ、一つあって、僕、今、聞きながら思ったのは、僕ちょっと逆で、すごく、支えになってるのが変な話なんですけど、イラさんに個人的にもいろんな悩みを相談させてもらってた時に、やっぱり普通よくほらどんな悩みも1年経てば、まあ、忘れるじゃんって言うじゃないですか、だけどイラさんがなんかそういう話した時、いや1年以上のこともあるよみたいに言われたことがあって、なんかそれが逆に支えになって、やっぱりなんか30、40になるとやっぱ結構いろいろあるじゃないですか、だからなんかそんな簡単に解決しない1年超えるものもあるよって言われたことによってなんか救われたみたいな、だからより、じっくり待とうみたいな、ああそっか、でも何年もかかるよね、状況を変えるって。そうヒロさんは、私はもう、このやつを読んだ時にすぐ思い浮かんだのは、この間イラさんがお話ししてたことなんですけど、言葉っていうよりもエピソードで、なんだっけな、なんか小説を書くのに、その個性的な小説を書きたいって言った方に対して、歌舞伎の話をされていて、歌舞伎ではその個性を出すなって教えられるって、とりあえず基礎をとにかくやり続けなさいって教えられるんだよって、そうするとそのできるようになった時に自然と個性がにじみ出るんだっていう話をされてて、私は結構そのエピソードですごく感動して、やっぱり自分が自分がっていう風にどうしても生きてしまいがちだと思うんですよ、なんか自分アピールしなくちゃって、だけど実際はそうじゃないんだなっていうのをなんか感じて感動したのがすごい心に残ってる。でも不思議だけどさ、個性って出そう出そうとしすぎると出てこないよねそうっておっしゃってた、そりゃ例えば今テレビみたいにさ、珍獣博覧会みたいなのあるじゃない、フワちゃんじゃないけど、テレビって今ともかく変わった人を見たいっていう場になってるじゃない、おかしなことをする、突拍子もないことをする、でもそういう悪目立ちじゃない仕方できちんと残っていくとなると、やっぱり変に個性をなんか出してこなくて全然いいと思うんだけどね。なんかそれと本当に真髄というか生き方の本質なのかなって思った。いや本当だよ、だって変なのが個性じゃないからね。そうですよね、普通の生活をしている普通の人がね、ほのかににじみ出てくる、あこの人いい人だなとか、この人優しいんだなっていうのが個性で、そりゃ別にね、規制を上げて走り回るのが個性とかアクションではないんだよね。本当ですね。そうですね。ありがとうございます。はい、さあということでこの後後編に入っていきたいんですが、その前に、お知らせです、これ今も3月4日頃放送していると思うので、ちょうど2週間後ですね、大人の放課後ラジオ第5回オンライン公開収録を、3月17日水曜日、20時から、また、オンラインで行います。第1部はですね、大人生相談スペシャルということで、皆様からの、ご質問に、お答えする時間にしたいと思います。そして、第2部はですね、流行りの、クラブハウスさながらですね、オフレコトークということで、参加者の皆さんと、レコーディングなしで、直接、お話しする時間を設けたいと思いますので、ぜひ参加してみてください。皆さん、どんな人生相談、待ってますか、まあ、何でもいいんでしょうかそうですね、でも最近ちょっと色っぽい話がないので、そっち系が来ると嬉しいよね。やっぱり減ってますよね。なんかね、コロナになってからみんな真面目になった
で、なんか変に人生を考えてる人が多い。なので、ちょっとふざけた質問とかでいいので、気軽に応募してみてください。とてもそんなこと考える余裕ない時こそ必要なわけですよね。そうだね、くだらない悩みがいいんじゃない、はい、どうしてもなんか晩ご飯を食べた後にホットドッグが食べたくなりますみたいな。今のイラさん違うか。はい。ということで、人生相談、はい、お待ちしています。さあ、そして、はい、もう一つですね。はい。先週もお伝えしましたが、大人の放課後ラジオが、マガジン版になりました。この2月号から、毎月、お届け、しています。2月号の、お題目は、お金の世界はどうなるか、小説家のニアスペシャル、そして、人物特集モーツァルト、そして直木賞、この完全版有料版の、ものをですね、文字に、編集し直してお届けしています。そして Q&A、うん、そして、さらに電子版限定でですね、イラさん、そして僭越ながら僕、そして日野菜さんの書き下ろしエッセイも、加わっていますので、これから毎月、今回2月ですが、この3月、今月もまた新しいものが出ます。はい、電子書籍は308円、アンリミテッドですと、無料ですので、ぜひこちら、気軽にお試しいただけたらと思います。ちなみに石田イラさんの、エッセイのタイトルは、煙突の先からシンガポールは見えるかということで。はい、何を書いたか分かりましたよね、大体これで。だけど、このテーマさ、めちゃくちゃだね。モーツァルトとマーケットと、人生相談と何？直木賞。直木賞？こんな、はい、こんな組み合わせ。幅広いし。和洋中が全部乗っかってるっていう。そうそうそう。なので、ぜひぜひ楽しんでみてください。いや、最高です。はい。ということで、はい、そんな大人の放課後ラジオですが、はい、この後、いよいよ、僕らの動画配信サービス、はい、トップ2以上、以下、以上か、はい、もういろいろ話していきたいと思いますので、詳しくは、続きを見たい方は、YouTube のメンバーシップ、または、はい、ニコ動の方をこちらからご覧ください。はい、それでは、後ほど。はい。